皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はちいかわと阪急電車のコラボ、ノベルティがもらえたり、コラボフードやスタンプラリーのご紹介ということでですね、こちらは大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。ウリエルさんのお店の前からご挨拶をしておりますけれども、今回は周辺情報をお伝えしたいと思います。今回何をね紹介するかと言いますとですね、阪急電車とちいかわがコラボをしたということでですね、いろんなねグッズだったりとかコラボ商品とかがありますので、そちら向かっておるんですけれども、なかなかね狭い路地ですよね。でね、実はこちらの路地にはですね、隠れ家的なレストランですかねがあるんですよ。営業中になっておるんですけれどもね、なかなか普通の古民家って感じがするんですけれども、こちらはですね中崎町というところになりまして、古民家を改装したお店がたくさんあるんですよね。ですのでちょっとね違う雰囲気ですよね。こちらはスイーツなんですけれども、風ですよね、お味噌汁とかに入れるそちらをねスイーツにしたというので興味があるんですけれども、こちら御堂筋になりますよ。で御堂筋を渡るとロフトっていうね商業施設があります。でロフトの向かいにはですね MBS という、放送局ですね、テレビのがありました。 TBS 系列になるかなとは思うんですけれどもね。この辺りはもうすでにね梅田というエリアになりまして、やっぱ大阪でも1、2を争うようなね、それぐらいの繁華街なんですけれど もういろんなお店がありまして、阪急電車が通っておりますよ。阪急とちいかわのコラボ、すごいね楽しみにはしてたんですけれども、こちら茶屋町というね辺りなんですよ。ね、麻婆ラーメンとかがねあったりとか、すごくね美味しそうなお店がたくさんあるんですよ。日本酒とお寿司とかね、たまらんでしょう。それとかこちら昼飲みですか、いやー飲みたくなりますよね。クラフトビールもありますよ。もうこの辺見てるだけでも楽しいんですけれども、こちらはハンバーガーとかですかね。たまらんね。阪急三番街ということで、こちらですねちいかわ、すごい可愛いですよね。阪急とのコラボは9月30日ということでね、もうほぼほぼ終わりかけなんですけれども、ちいかわとはということでね、なかなか可愛いキャラクターがあって、漫画とかですねアニメ化もされてますよね。でちいかわ号が走っておりまして、神戸線はね八割さんだったりとか、ちいかわ号宝塚線はですねこのちいかわですね。で京都線はうさぎさんということでね、こういうラッピング電車っていうんでしょうかね、それが走れたりとかするんですよね。さあ3番街にもね結構いろんなねキャラクターが乗っておりましたよ。この子栗まんじゅうさんでしたっけね、この子モモンガやったかな、ね、主要なキャラクターが乗っておりますけれどもね、八割さんかわいいよね。シーサーさんですかね、うさぎさんにねいろんな子がいておりますけれども、この子がちいかわですよ。で3番街の地下1階にキリーランドっていうのがありまして、この辺ですごいねちいかわのグッズとか置いてありました。でデジタルスタンプラリーというのがありまして、こちらで引き換えができるようですね。さあ UFO キャッチャーがあったので挑戦してみようかな。100円で1回できますよ。さあいけるでしょうか。キャラクターがいっぱいねおりますけれども、取れるでしょうか。これいけた？ああ落ちちゃった。じゃあもう一回やろうかな。あんまりねこういうのにねやりすぎるとハマっちゃうんですけれども、さあ今度こそいけるでしょうか。撮影しながらなんでね注意力は散漫になっておりますけれども、どうでしょうか。お、いけた？お、いける？いけましたね。はい、八割さんですよ。この子は主要なキャラクターなんですけれどもね。ね、ラッピングされておりまして、すごい可愛いよね。休憩する場所は、あ、ここはちいかわじゃないのか。で、こちらがですね、ちいかわランドということでですね、いろんなグッズが置いてあるんですよ。多分珍しいのもあるのかなとは思うんですけれども、隣はなぜかウルトラマンでした。
こちらはウルトラマンワールドですね。でこの日はですね、平日のね2時とか3時ぐらいだったんですけれども、これだけ大行列ができておりました。多分週末やったらもっとかなっていう気もするんですけれども、記念撮影をするね場所もありましたよ。フードコートのあたりなんですけれどもね、顔を出すことができるんですよね。1人やったから撮影できなかったんですけれども、ちいかわ可愛いよね。でフードコートはですね、ノベルティがもらえるねお店と、フードがありましたよ。でこちらはねリーフレットになりますけれども、あ、お店が書いてあるやつですね。こちらはね、これを食べたらもらえるみたいな感じだったんですけれども、結構ねたくさんの種類ありますよね。こちらはねホームページに載っておりました。美味しそうなねハンバーガーとかラーメンとかね、ソフトクリームとか、あ、ステーキもある、味噌カツヤバトンってね名古屋のね有名な店かなと思うんですけれども、こういうね撮影スポットもありましたよ。阪急の帽子をかぶってるねちいかわさんたち可愛いですけれども、こちらはですね阪急の下にある紀伊国屋という本屋さんなんですけれども、ちいかわ特集されておりましたね。いろんな本も売ってるね紀伊国屋書店ということで、こちらで待ち合わせされることが多いなと思うんですけれども、デジタルスタンプラリーって書いてありますよね。でスタンプラリーをすることでグッズがもらえたりとかするんですよね。この日はねなかなか行けなかったんですけれども、結構時間はかかるかなと思うんですよね。一日ね使っていろんな場所に行くみたいなんですけれどもね。ということでですね、1日乗車券というのが販売されておりましたよ。大阪、兵庫、京都というね3大都市をね回らないといけないぐらいなんでね、なかなか大変かなと思うんですけれども、でですね、いろんなねコラボ商品とかがありまして、スイーツとかねお土産とか結構置いてあるみたいなんですよね。で今回のお土産はタリーズコーヒーの釜焼きケーキなんですけれども、阪急の3階に行くとですねちいかわ商品が置いてありました。すごい可愛くないですかね。いいですよね。この後ね改札の中に入ってタリーズに入ったんですけれども、すでに売れ切れてました。で売り切れてるっていうところをね撮影ミスしておりました。あまりにもショックが大きいということで、ソフトクリームでノベルティをもらいましたよ。この日は暑かったのでね、ソフトクリームがめちゃくちゃ美味しかったですよ。でノベルティはですね、こんな可愛いランチョンマットでした。ちょっとかなり疲れておりますよね。はい、ランチョンマットこんな感じです。それとハチワレさんですよ、可愛いよね。でソフトクリームもね完全に食べました。でねカバンの中入れたんですけれども、なぜか紛失しておりました。ということでですね、今からチュールをあげていきたいと思いますよ。この子たちはですねウリエルさんのね猫ちゃんたちなんですけれどもね、おねだりしてる子いますね。めちゃくちゃ可愛いやんかんたら。でウリエルさんのね猫ちゃんと戯れた後にねちいかわのコラボを見に行くっていうのはいいねコースやと思うんですけれども、9月いっぱいで終わっちゃうっていうのがなかなかねもう時間ないんですけれども、いやーどの子も可愛いわ。まあでもねちいかわは終わっちゃいますけれども、いろんなねコラボとかをやっておりますので、またねその辺調べてもらって行っていただければいいかなと思っておりますよ。まあ梅田だったりとかね中崎町っていうのは面白いのがたくさんあるので、楽しいですよ。寝てる子起きないね。起きる？起きた。チュール発見した。あ、チュール欲しい。かわいいやんか。チャトラいいですよね。あ、だんだん立ち上がってきたよ。あ、ルチアちゃんだね、ミゲ猫ルチアちゃん。身を乗り出してますやん。かわいい。あ、黒猫ちゃんも欲しい欲しい。ちょっと待ってね、ちょうだいちょうだい言ってるわ。ちょうだい言ってんな。お手で伸ばして食べてくれる。食べてくれましたね。今回のねチュール動画っていうのはダイジェスト版になっておりますのでね、また本編の方はね後日配信しますよ。またややこしいところでおねだりしとるね君は。さすが猫ちゃん、バランス感覚すごいよね。まあ、こういう子がいるとねやっぱあげたくなるので、その辺分かってるんかもしれないですけれども、今日はタリーズの釜焼きケーキ食べれなかったのは残念やったんですよね。平日のね2時とか3時ぐらいやったんですけれどもね、残念です。今日は参考になったよって言われる方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。